たぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ、そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。
誰が歯を研いでおった？武士か？壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！中に戻って早く。傷はどう？走れそう？ああ、おそらく。太刀は？ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどの目ねえ。お目を出せ。少しならあるから持って行って。何者だ？言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。どうする？こっち。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か？地頭の老いの。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。兼田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下文を送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。何が望みだ？曇って。鬼畜め。今はこらえて、行くよ。待って。騎兵だ。まずい。隠れるところ。
ところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。一か八かだ。待って、荷車が。今だ。早く。万兵だ。屋根に登るしかない。ほら、屋根の上だよ。サバを漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。この先に住んでる。いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。立ちさえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。我が名は酒井仁。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。撃ってこい。わしに当ててみよ。よし、陣、撃ってこい。さあ、撃ってこい。よし、陣、撃ってこい。
よろしい。さように戦えれば仇をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその仇をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者を敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、側撃で仕留めろ。攻撃で敵をひるませ、側撃で仕留めろ。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。守りの構えだ。よし、よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。敵に息つく暇を与えるでない。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ。腕を上げたな。死ぬ前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。
それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが、行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。馬屋にいるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。クレンたちも取り返した。ちょっと一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。おじ上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。
叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。空、天をもかけよ。人は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。殿を返してもらうぞ。ガルチンサラヒラドウェイ。殿を返してもらうぞ。余が降りてよ、あいつの。志村殿を返してもらうぞ。
田殿を返してもらうぞ。ザ・アリフ・ポルキン。したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。
いざ勝負。どうか。これ騎士何個も読む。聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣。さあどうする、酒井陣。Thank you.